ごきげんよう、マナトです。クローズドナイトメア続きをプレイしていきたいと思います。チャプターセレクトということで任意のところから始められるのかな。ゲームオーバー。人形の部屋、ここからですね。では前回、バッドエンド、ゲームオーバーになってしまった人形の部屋から今回はスタートしたいと思います。このチャプターを開始します。これはエレベーターに、エレベーターから降りてきた、なんかちょっと怖い人にですね、追いかけられてしまったので、手近な適当に入った部屋です。近くにあった部屋に逃げ込んだ私はドアに張り付いて様子を伺う。このドアには鍵がついていない。私は慌てて両手でドアノブを回されないように固定し、全体重をかけてドアを押さえ込んだ。いや、このままドアに張り付いていても無理やりこじ開けられたら、もしこの部屋に入ってこられたら殺される。お願い、入ってこないで。体感的に5分くらいは経っただろうか。しばらく経つが、ドアの向こうから音はしないし、入っても来ない。どうやらやり過ごせたみたい。うるさかった自分の心臓の音も、荒かった息も、いつの間にか落ち着きを取り戻していた。ドアノブから手をゆっくり離し、その場にへたり込んでしまう。こわばっていた体から少し力が抜けていくのが分かった。ふと視線を部屋の中に移した瞬間、思わず声を上げ息を呑んだ。何これ、死体？というのが前回までですね。ということで、逃げ込んだ部屋で、マネキン人形が手足が欲しいということだったんですが、これ3度ですね。3回パーツを間違えたら襲われました。意外に難しかったんですけどね。もうつい最近ですね、プラモデル、ガンプラ作ってたんですけど、なんかちょっとそれ思い出しちゃうな。でもああいうね、ガンプラはちゃんと説明書、ランナーに番号とかも振ってあって、これをここにはめるんだよみたいなのが書いてあるからいいんですけど。よいしょ。これ足。違うかな。これ、えい、おあ、喜んでる。何？笑った。これで合っていたんだろうか。勘違いかもしれないけど、どこか嬉しそうな声に聞こえた。他のパーツもつけてみよう。この調子で。ああ、こうかな。よし。また笑った。これも合っていたのか。やっぱり喜んでいるような反応だ。おお、足完成かな。これどうかな。あ、違う。まあこれ、よーし。ありがとう。ありがとう。これ、あげる？何かくれる？これ？これって何のこと？そう思っていると、何か落ちる音がした。
D カード D カードこれは何だろう。カード。床に落ちていた長方形の紙を拾い上げると、そこには魔法陣のような絵が描かれていた。裏面を確認してみると、よくわからない文字、記号が描かれている。何？これ。あげると言っていたのが、これのことなのか。確認したつもりだったけど、マネキンは押し黙ったままだ。あの…何も反応がない。もう喋ったりしないのかな。それが当たり前だけど。この部屋にはドアが一つしかない。さっきの廊下に戻るしかないみたいだ。もういない、もういない。向こうの様子はどうなっているんだろうか。どうしよう。もしあいつがまだいたら。だけど他に行くところもないし。わあ、プリーズセレクト。ああ、出るか部屋の中にとどまるか。まあ、出てみましょうか。行こう。これ以上ここにいても仕方がない。あいつが向こうにいないことを祈るしかない。私は何に使うものかはわからないけど、カードをポシェットにしまい、この部屋から出ることにした。うん、読めない。カードな、なんだろう、何が書いてあるんだろう。アルカナ占い。廊下に出た私は、あいつがいないかどうか真っ先に周囲を確認した。刃物みたいなの持ってましたよね。誰もいない。どうやら近くにあいつの姿はないようだ。少しだけ安心した私は改めて廊下の奥を見た。そういえば無我夢中であいつから逃げて今の部屋に飛び込んでしまったけど、この廊下にはまだ先があるみたいだ。ただ暗くて奥の方まではよくわからない。もしかしたらここから出られるかもしれないし、確認してみよう。うん、行き止まりだ。その先は少し進むとすぐに行き止まりだった。この廊下はここまで歩いてきたところで全部になるようだ。仕方ない。元来た方に戻り始める。ここからどうしたらいいんだろう。この廊下にあるドアはさっきの人形があった部屋と最初に私がいた部屋しか開かなかった。ん、何か聞こえる。なんだろう、さっきここを歩いてた時は聞こえなかったけど。怖ーい、なんかいますけど。人影だ。暗がりの廊下の先に黒いシルエットが浮かび上がる。だけどさっきの人じゃない。私は恐る恐る人影の方に近づいてみた。なんで？なんだろう、この人。目を凝らして見てみると、その人は紫色の仮面をつけていた。仮面には線で描かれた奇妙な模様が見える。頭から足首まですっぽり覆う真っ黒なローブを羽織っている。本を持ってブツブツと朗読のようなことをしている。ただ何の言語なのかは全くわからない。だけど武器を持ってるわけでもないし、私に対して何かしてくるわけでもない。もしかしたら話が通じるかもしれない。いや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 、絶対無理、絶対無理、絶対無理。あの、すみません、邪魔しちゃダメだ。おずおずと話しかけてみる。しかしよく聞こえなかったのか返事をしてくれなかった。あの、ここはどこなんですか？全く反応してくれない。
本を読むことに夢中になっているようだ。仕方がない、横を通らせてもらおう。怖い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 。あ、こっち側に、こっち側にいなさいってこと？何この人。何この人、怖い。通り過ぎようとした瞬間、急に腕をつかまれ突き飛ばされた。そして再びこちらには目もくれず、ブツブツと朗読を繰り返している。これ何か儀式、呪文？どうしたらいいの？さっきの部屋に戻っていなくなるのを待つ、それとも通り抜ける方法を考える？これも選ぶのか。一旦戻って様子を見る、通り抜ける方法を考える。と、通ってみたい。いや、あの部屋だって安全かどうかわからない。なんとかして通り抜ける方法を考えないと。本を奪えばいいんじゃないです？影は映ってるから霊体的なものではないみたいですが、この本の表紙に書かれた記号、似たようなものをさっき見た気がする。確か最初の部屋で見つけた手紙、これ今アイテムリスト、これほどアイテムを持ってるんですけども、これかな。あ、こっち見た。紙に書かれた記号を見せると、仮面の人は私からその紙を奪い取り、無言で後ろを向いて立ち去っていった。だけどこの人はどこに行くんだろう。ここには出口なんて見当たらなかったはずなのに。もしかしたら外に出る方法を知ってるのかもしれない。後をつけてみるべきだろうか。後をつける。早く部屋に逃げ込む。そうだ、あの人は明らかにここからどこかへ行こうとしている。ついていけば外に出られるかもしれない。私は後をつけてみることにした。なかなか大胆。角を曲がるとそこには誰もいなかった。エレベーターに乗ったわけでもなさそうだ。まるで書き消えたようにいなくなっていた。私は仕方なく最初にいた机と棚の置いてある部屋に戻ることにした。あれ、お花。てか本が。部屋に入った瞬間、私は目を疑った。部屋の様子が一変していた。何も入っていなかった本棚には、中段だけみっしりと本が詰まってるし、花が増えてる。それに、お、これはメモ。机の上に鉛筆とメモ帳、折りたたみナイフ、それに古めかしい紙が一枚置かれていた。紙には日本語でメモのようなものが書かれていた。危惧していたことが現実となった。実験は失敗したのだ。今やこの地は怨霊で満ちあふれ、先生は帰らぬ人となってしまった。やはりあの時無理にでも先生を止めていれば、いや今更後悔してもどうにもならない。何としてでも生きて帰らねば。全てがねじれてしまったこの地において、正気を保っているのはおそらく私だけだろう。それもいつまで持つかわからない。正気を保てているうちにまともな思考を書き記しておこう。
少しは役に立つかもしれない。今この場所は部屋のつながりがめちゃくちゃになっている。もはや私がいた場所ですらないのかもしれない。たどり着いた部屋でマネキン人形から紋章のカードを授かった。カードには高度な魔法陣の模様が描かれている。他に行く道もなく仕方なく書斎に戻ると、奇妙なものが新たに出現していた。それにしてもこのカード、見覚えがある。何だったか、何か記憶に引っかかっている。そういえば一定の研究成果を出したものが先生に提出していた研究成果報告書の中に、空間を移動させる魔術研究の論文を見たことがあったはずだ。その報告書で見たカードに似ていないか。研究成果報告書は表向きは他の研究者との情報共有のための報告書だったが、実質自分の手柄を横取りさせないよういち早く発表して同じ分野の研究者たちを牽制するために挙げていた報告書だった。空間移動の魔術研究の発表直後に似たような内容の報告書が他の研究者から複数挙げられていた。しかし結局最初に提出した研究者の成果あってのものだとして皆は認識していたため、研究成果報告書を迅速に提出することには大きな意味があった。回覧されていたものは全て目を通していたが、中には何度読んでもよくわからない難解な研究報告書もあったな。自分の専門分野とは関係ないものがほとんどだったが、考えもつかない独創的な着眼点を持った研究者が多く、発想を刺激される研究成果のそれらは息抜きに読み進めるにはちょうどよかった。確か空間を移動させる魔術研究にこのカードを使用していたはずだ。もしかするとあの空間移動の魔術が使えるかもしれない。術者に魔力がなくても簡単に魔術を発動できる。これは偉大な大発見であると発案者の書簡に興奮気味に記述されていたように記憶している。ただ残念ながら肝心な移動魔術の研究内容について正直詳しく覚えていない。カードを使っていたのは間違いない。問題は使い方だ。記憶をたどる限りだと儀式に使用する道具は揃っている。どうやら紋章のカードはこの書斎で用いるもののようだ。しかしやはり使い道がわからない。とりあえず見覚えのない本が置かれている本棚から調べてみようか。何かがわかるかもしれない。お、手記。ストーリー中や探索中では手記を入手することがあります。例えば悪夢の始まりと、このように手記を入手します。三角押しての等のメニュー項目で参照することができますと。ストーリーの進め方によっては入手もできる、できないが。完了？実験？これは何？だんだんちょっときな臭くなってきましたね。音量、さっき本を読んでいた人やあの喋るマネキン人形、それにナタを持って追いかけてきた人も、もしかして。否定したい。そんなものいるわけがない。だけどそれ以外の理屈であの人たちのことを理解することができない。それから実験に紋章のカード、まさに今この状況、ここが書斎だとしたら条件がこのメモとぴったり合う。空間移動。ふと人形からもらったカードを取り出した。もしかしてこれのこと？ここでこれを使うの？カードには確かに魔法陣の模様が描かれている。ここで紋章のカードを使う。そうは言っても一体どうやって。このメモにもそこまでは書かれてない。何をすればいいんだろう。
そういえばさっきのメモに本棚から調べてみようと書いてあった。とりあえず私も本棚を調べてみよう。うん。本棚に目を向ける。中段に詰められたたくさんの本と、それぞれ一本ずつの花が生けられている二つの花瓶。最初にいた時と大きく変わっているということが遠目でもはっきりとわかる。最初とは別の部屋に入ってしまったということはないと思う。だとしたら、私がこの部屋に戻るまでの間に誰かが来て置いていったのだろうか。誰が何のために、わからない。わからないことだらけだ。動かない左腕を軽く掴んで、湧き上がる不安な気持ちをなんとかごまかした。立ち止まっていても仕方ない。もう少し近くで調べてみよう。そうそう、左手が動かないんですよね。小さく深呼吸をして気持ちを切り替えると、本棚へと近づいた。むしろこの本棚よりも一冊飛び出てるこれが気になる。缶が置かれている。中に何か入っているのだろうか。あ、指輪。指輪が2つ入っている。小さくてシンプルな金色の指輪と、大きめでねじれたデザインが特徴的な金色の指輪だ。誰の指輪だろう。それからこれはまたメモが入っている。この指輪の論文は読んだことがある。論文によれば、天使と悪魔を物に封じ込める研究が成功したと書かれていたはずだ。あらゆる魔人を使役できるとされる指輪を模した指輪を身につければ、封じ込めたそれらの声を聞くことができるらしい。加えて、知識の扉を開いた時、天使の領域を真鍮の輪で示し、悪魔の領域を鉄の輪で示すと論文に書いてあったのも覚えている。ただし、天使は常に真実を語り、悪魔は常に虚構を語るから注意が必要だ。興味深い。魔人って何のことだろう。指輪はこれのことだと思うけど、金色が真鍮で銀色が鉄製の指輪かな。指輪を身につければって書いてあったから、試しにはめてみようかな。右手しか使えないからなかなか指にはまらない。ちょっと下品だけど、指輪を口で挟んで指にはめてみようかな。そう、こんな風に両手が使えたらすぐにはめることができるのに。え？動くようになった。違う、私の意思で動いてるわけじゃない。勝手に動いてる。え？左手が勝手に、どういうこと？まさかこれがもしかして音量、音量に乗り移られてしまったんじゃ。いや、離れて、離れて。おお。私は音量を追い払おうと右手で左手首を掴んで振り回した。だけど効果はなく、左手は勝手に動き続ける。どうしよう、どうしよう。どうにかしないと。何かどこかに使えそうなものはないの？まあ待って、ナイフがあるけれど、そんなスプラッタの展開はちょっと嫌なので。あ、左手。何？おー、
しい。落ち着いて。おつ。あ、本当に本当に落ち着いて。で、落ち着いて。ちょっとな、何かを感じ取ってしまった。冗談のつもりだったのに本当に落ち着いてでしたね。左手は続けてメモ帳に書き始める。ヤギ瞳、これは何？名前のように見えるけど。ヤギ瞳、名前、あなたの？はい、協力する。協力？信用してみよう。わかった、信用する。協力して。指輪を持っていないことに気づき、言葉を止めてあたりを見渡す。とりあえず左腕のひとみさんは協力してくれるみたい。左腕のひとみさんってなんか表現が面白いな。だけど本当に大丈夫なんだろうか。いや、何かするつもりならもうしてるはず。今は信じるしかない。あー、よかった、ナイフのなんか手に取らなくてよかった。とりあえず床に落ちた指輪を拾う。まずはこの指輪をはめたいんだけど。あの、ひとみさん、この指輪をはめたいんだけど、協力してくれない？どうぞって。ひとみさんは宣言通り協力してくれるらしい。両手で指輪をはめようとする。よかった。そういえばこの指輪はどの指にはめたらいいんだろう。何も指定されていなかった気がするけど。いや、そもそもはまるんだろうか。サイズが合わなかったらゆるゆるになるか、入らない可能性も。不安になりながら一応試してみると、真鍮の指輪は右手の中指にすっぽりとはまった。これ協力してもらってわざわざ左じゃなくて右にはめたんですか？なぜか他の指にははまらないみたいだった。同じように鉄の指輪は左手の小指にだけはまった。まるで最初からこの指にはめるために作られたかのような。考えすぎなのかな。ともかく指輪をはめることができた。私は天使、エメラルドの本に紋章を、本を最も高いあるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げる。天使と名乗る人がエメラルドの本に紋章を、本を最も高いあるべきところに備え、天使と悪魔を本の両脇に捧げよ。私は天使、ルビーの本に紋章を、本を最も低いあるべきところに備え、二つの指輪を本の両脇に捧げよ。二人とも天使って名乗ってる。エメラルドに対して今度はルービー。対照的ですね。高いところと低いところ。天使と悪魔を本の両脇、二つの指輪を本の両脇。天使は本当のことしか言わないし、悪魔は虚構嘘のことしか言わない。えー、
に？すると、それまで聞こえなかった声が聞こえてきた。声が聞こえてきた方を恐る恐る確認すると、二つある造花から聞こえてくるみたいだ。エメラルドにルビーの本。そんなものどこに？本といえば本棚にいっぱいあるけど、これのこと？そうだと仮定しても、白い造花と赤い造花は全く別の内容を語っていた。紋章を本に、というところは一緒だったけれど、指定された本の種類が違う。本を捧げる位置が高いのか低いのかも差もあった。そして本の両脇に捧げるものが全く違う。赤い造花が言っていたのは天使と悪魔を両脇に捧げること。白い造花が言っていたのは二つの指輪を両脇に捧げること。天使と悪魔とはどういうことだろう。ふと二つの指輪と一緒に見つけたメモの内容を思い出した。天使と悪魔を物に封じ込める研究が成功したと書いてあった。そうか、ちょっと信じがたいけど、どちらかの造花に天使が、もう片方に悪魔が封じ込められているということだろうか。ただどちらの造花も私は天使だと言っていた。一体どういうことだろう。まずはそこから考える必要がありそう。どちらも私は天使だと言ってるということは、片方が嘘をついてるのかもしれない。どうしよう。どちらが天使で、どちらが悪魔かわからない。八方塞がりだ。しばらく考え込んでいると、ふと左腕が動き出す。ひとみさんだ。何かを伝えたいようだ。急いで鉛筆と白紙のメモ帳を用意すると、ゆっくりと左手が文字を書いていく。何か花に質問をしてみたら。花に質問をする。答えてくれるかわからないけれど、これ以上ヒントがない現状を考えると、確かに何もしないより花に問いかけるのもいいかもしれない。私は試しに質問をしてみることにした。さて、何を聞けばどちらが天使でどちらが悪魔なのか判断することができるだろうか。ふと指輪と一緒に見つけたメモの一節を思い出す。天使は常に真実を語り、悪魔は常に虚構を語るから注意が必要だと書いてあった。つまり天使は常に正しい答えを語り、悪魔は常に嘘を語る。それなら悪魔が嘘をつけない、そんな質問をすればいいのかもしれない。確かそういう推理パズルがあったはず。確かその推理パズルの質問内容に聞きたいことを当てはめると、私もなんかそういうの知ってるんですよね。でも何だったか、なんかお互い自分が悪魔ですか天使ですかにイエスかノーで答えてもらうようなやつだった気がするけどな。まあとりあえず赤い花から聞いてみましょう。あ、白い花から聞いてみます。あー、やっぱこんな感じですよね。あなたは天使ですか悪魔ですか。天使ですかの問いにあなたははいと答えますか。あなたは悪魔ですかの問いにあなたははいと答えますか。天使は本当のことしか言えない、悪魔は嘘しか言えない。どうだったっけな。じゃああなたは天使ですか。
あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか。白い造花にそう尋ねてみる。白い造花から返事が返ってこない。じゃあ次は。ああ、聞いたものは墨って出る。全部聞けるのかな。はいと答えますか。じゃあ率直に天使ですか。あなたは天使ですか。白い造花にそう尋ねてみる。はい。あ、はいって言った。白い造花から返事が返ってきた。じゃあ次は。天使ですかって聞いたらはいって答える。あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか。どうだろう、この段階でわかるかな。あなたは天使ですか。はい。ここであなたは悪魔ですかと聞いてみる。あなたは悪魔ですか。白い造花にそう尋ねてみる。あ、いいえって言った。全部聞けますね。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか。あなたは悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか。白い造花にそう尋ねてみる。無言だ。返事が返ってこない。これ上から順に聞いてみましょうか。今度は赤いのに。あなたは天使ですか。はい。あ、赤いお花も入っている。あなたは悪魔ですか。いいえ。悪魔じゃないっていう。あなたは天使ですかの問いに、あなたははいと答えますか。はい。はいって答えますね。悪魔ですかの問いに、あなたははいと答えますか。いいえ。お、いいえ。赤い花と白い花ということで、花にそれぞれ質問をするのを終えました。もうこれで材料は揃ったことになってんですよね。これでもどっちが天使で悪魔かっていうのが判明するのかな。ちょっと もうちょっと私考えてみようかな。というところで、今回はここまでとさせていただきたいと思います。次回この質問を踏まえて、このお花たちがそれぞれ天使なのか悪魔なのかを看破するところから、見破るところからですね、やっていきたいと思います。ということで次回までちょっと悩んでみたいと思います。はい、ここまでご覧いただきましてありがとうございました。魔術実験左手の瞳さん、でも新しい情報がもう目白押しなんですけど、どんな方向へ向かおうとしているのか、このお話、とってもね、序盤の方で興味をくすぐられる話がとても詰め込まれているっていて、もう先が気になって仕方がないんですけども、また次回続きをやっていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナトでございました。ありがとうございました。